キチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今日からですね、はい、大型連載企画、はい、全球団の今年の反省と来年に向けての課題をお送りします。はい、はい、だからまあ今回はですね、うん、2球団ずつ、はい、セパ1球団ずつで、うん、やっていきます。だから6日間あります、はい、まあ、連続ではないですけども、うん、6日間ということでね、はい、最下位チームから、うん、今年のね最下位セリーグ DeNA、はい、パリーグ西武からお送りしますけども、うん、はい、まず DeNA ね、やっぱりこう DeNA のやっぱもう一番の課題は、あのもう投手力よ、はい、あんだけ打ってるやついるのに、うん、だってチーム打率2割5分8厘はセリーグ2位、はい、チーム本塁打336本は、セリーグ3位、うん、でツーベースの数254はセリーグ1位だからね。あ、そうなんですね、うん、OPS も、722で、セリーグ2位、ヤクルトに次いで、うん、得点圏打率2割6分5厘は、うん、あのセリーグ1位よ。だからチャンスでも打ってるっていうわけなんだよ、はい、なんで最下位なんやっていう。そうですね、うん、打力で言ったらヤクルトに次いでいいわけですからね。そうそうそう、めちゃくちゃいいのよ、うん、でも、まあ、一つ気がかりなのが盗塁が31個と、はい、ダブルスコアで最下位だから5位とダブルスコアなの。5位と5位が中日の60個だから、うん、5位とダブルスコア、しかも企画も55個で、はい、ほぼ全チームの半分しかしない、企画すらも、はい、作戦面があまりこう活用できない、まあ、あとはその動ける選手がね、うん、少ないっていうところもあるよね、はい、だって一番桑原から始まって、うん、はい、牧とかね、うん、あとオースティン外、はい、佐野、宮崎、うん、でキャッチャー、はい、ってなってくると、でショートが大和とか、はい、盗塁数少ないというより走れるやついないから。そうか、スペシャリスト系の方もあんまりいないですもんね。そうそう、だからこうね、うん、三浦監督も、はい、正直ね、うん、1年間見てきて、うん、あの三浦監督の野球が分からなかった。その正直ラミちゃんと違うところ、はい、8番にピッチャーか9番にピッチャーかだけの違いの野球だいたい並びも、うん、あの出てる選手もそんな変わんないし、はい、動けるような選手たちがいないから、はい、もう打つの待つだけよ、うん、でピッチャーのところで作戦あるかっていうところでちょっとよく分かんなかったね、野球が。そうですか、うん、うん、まあ、やりたいことがあっていう、うんうん、でもよ、はい、桑原3割1分、牧3割1分4厘で、佐野が3割3厘、うん、でオースティン3割3厘、のきなんで宮崎3割1厘。いや、もうみんなの打率すごいですよね。1、2、3、4、うん、5人、はい、レギュラー5人が3割以上打ってるのよ、うん、でショートの大和が2割5分2厘でしょ、うん、まあ、外が2割3分4厘だけど、でも外2割3分4厘だけどホームラン21本打ってるからね、はい、で牧野22本、うん、で佐野17本、オースティン28本、すごい、で宮崎16本、うん、で逆にこんなに打ってるのになんで最下位なんですかって逆に。じゃ防御率はどのぐらいなんですか、チーム防御率。知りたい、はい、最悪チーム防御率、はい、4.16、 ダントツ最下位、しかも4点台、はい、DeNA だけ。5位が何点ですか。5位が、3.82、 しかも先発防御率さらに悪く 4.34、 ダントツの最下位、うん、唯一4点台、はい、で救援防御率も 3.89、うん、最下位。じゃあ前も後ろもっていう感じ。そう、もう全部、全部がダメ、うん、クオリティスタート率 40%、はい、ダントツ最下位です、うん、しかもよ、はい、援護率 4.09、うん、セリーグ2位なの、うん、ヤクルトが4、だこれ1試合に、はい、1試合9イニングで換算したら何点取ってるかっていう、うん、なんだけど4点取ってくれてるんだよ、はい、平均、うん、1試合なのに最下位なんだよ。そうです、ね、ピッチャーどれだけやばいんやっていう、うん、そうです、だって1試合4点取ってくれてても防御率が4点台ですから、うん、そう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 、なかなか勝てないですよね、うん、だってヤクルトなんて 4.76、うん、援護率、はい、でも2位の阪神でも 3.90 だから4点以上はヤクルトと DeNA しかないんだよ、はい、中日なんて援護率 2.98 だから、ね、へー、3点取ってくれてないんだよ。そうですね、うん、その中で DeNA がどれだけ投手陣が悲惨だったかっていうね。だってあの被打率2割5分6厘1位だからね。おー、だから打たれてるよね、はい、基本的には、うん、であとはそのヤクルト巨人に大幅に負け越してんだよね、うん、同じチームにやられてるんですか。そう、ヤクルトに6勝17敗、はい、2引き分けで、巨人に6勝12敗7引き分け、はい、
でも中日とかには勝ち越してるから、うん、だからこれも大型に負け越してるっていうところもあるし、うん、ちょっと投手陣だね。そうですね、うん、これも明らかに課題は、ね、うんうん、だからそういったところでももっと投手陣でもまあ来年に向けては、うん、まあ、今永もねいい感じで東がトミージョンから復帰してきて、はい、でまあ浜口、うん、でまあ上茶谷も最後ら辺ちょっと良くなってきたし、はい、後ろとかもまあバタついなんかね、バタつくね、いろいろなんかこう配置転換あったりとか、もうちょっとカチッとこのやっていきたいかなっていうところはあるけどね、はい、我慢して、でも全体的にはやっぱりね投手力だね、うん、きっとチームもやっぱ投手力っていうところを備えてきますよね、うん、そうそうそう、絶対チームとしても分かってるじゃないですか、うん、だってあの大抜きの6勝がトップだから、うん、やっぱもうちょっと頑張っていかないと、うん、でもまあ外国人のロメルとか、うん、まあ、含めてまあなんとかだからまあ来年の先発だったら東、うん、大貫、うん、で今永、浜口、上茶谷、ロメロかな、うん、であとはまあ、ね、坂本とか入ってきたりっていう、はい、で後ろがエスコバ、はい、伊勢、三島、うん、山崎、三上、うん、で石田、砂田とかかな、うん、であとまあ外国人がどうなるのかっていうところだけども、はい、うん、もう全体的にちょっと投手力がダメすぎたね、はい、まあ、明らかに見えてるのでこう修正はしやすいというか補強とかね、そうだね、うん、でもまあ去年のねヤクルトも投手陣がって言われながらね、うん、そこをなんとかね、そうなんですよ、踏ん張れたからね、うん、そういった面ではまあどうにかっていうところと、あともうちょっとね減らさなきゃエラーだね、あーそうですか、72個もうちょっと60個ぐらいに減らしたいね、うん、72個は数的には何位なんですかね、4位だけどね、4位、うん、でもまあ上がもう一番少ないの巨人の45個とか中日55個だから、まあ、60個台にはしたいね、そうですね、全然違いますね、うん、そうそうそう、だからこれもうちょっと少なくしたいなっていうところと、まあ、打線はいいんでね、うん、ちょっと投手力にね、うん、難ありっていうね、はい、ところだけども、まあ、来年ねちょっともうその東とか怪我から帰ってくる選手もいるし、はい、まあ、外国人もいるだろうし、そこら辺うまくバランス保てればね打ってるんでね、はい、あとはちょっとショートに森とかが入ってきて足使えればね、うん、いい形ができるんで、まあ、今の打線から考えると、まあ、打つしかないから動きづらいかも分かんないですけど、なんか三浦監督の色っていうのがね、はい、見たいかなっていうね、2年目なんでね、監督として、そう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 、もっと出てくるかもしれないですね、うんうん、さあ続いてパ・リーグ最下位西武、はい、っていうところで、まあ、西武の今年の、まあ、誤算だったのは、まあ、なんて言っても序盤に山川と殿崎がいなくなって、はい、怪我でね、やっぱ殿崎がいなくなったのが大きかったかなっていうね、うん、まあ、でもその中でも、まあ、そのウネンティンとか愛斗とか、うん、山田とか、はい、あと若林、うん、まあ、若林もねあの試合数少ない中でも20何個も盗塁して、うん、盗塁王になりかけてたからね、はい、ね、でも膝やっちゃってね、だからちょっとあのリハビリ期間長くなるからもうちょっと時間ね、あの来年に向けてもかかるかもわかんないですけど、はい、騎士が出てきたり、うん、っていうところで、ね、非常に、でしかもちょっと外国人がね、うん、そのやっぱコロナで家族に会えないとかちょっとそういうストレスもあったりしながら、うん、全体的にうまくね、あのピッチャーのニール、はい、でギャレットもなんかいい時もあれば悪い時もあればバタバタするし、うん、であのメヒアとかもなかなか厳しかったね、うん、外国人がね、うん、そういったところでは準和製打線でいかなきゃいけないところが、はい、まあ、苦しかったかなっていうところもあるけども、うん、だから西武がね打率が2割3分9厘チーム打率、うん、あ4位でホームラン数112は4位、うん、だここも強力打線っていう割にねホームランあんまり打ててないっていうね、はい、ツーベースも195で4位、うん、西武ってもう打線でなんとかっていうところの、うん、やっぱ打線がうまく回ってないんだよね、打って勝つっていうチームですもんね、うん、で得点圏打率を2割5分2厘で4位、盗塁84個は3位、うん、打ってんのもそんなやっぱ優勝した時のようにバタカー強くないね、そうですね、うん、全体的にあの時はもうすごかったですから、うん、日本人でがそう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 、うん、投手力はもうこれ毎年恒例なんだけども、うん、防御率が 3.94 で最下位、はい、で先発防御率は 4.16 で、パリーグで唯一の4点台で最下位で、救援防御率が 3.59 で最下位、はい、クオリティスタート率 37% で、うん、ダントツ最下位だよ、うん、パリーグって基本的にセリーグと違って、はい、あピッチャー打席に立たないから代打怒られる可能性少ないから、はい、まあ、6回は投げやすいのね、うん、環境的に早く変えられることないから、うん、その中で 50% 以上が4球団いる中でダントツ最下位だからね、クオリティスタート率 37%、 どれだけ先発が頑張れてないかだね、はい、援護点が1試合 3.84、うん、こちらも5位、うん、被打率2割4分5厘、うん、パリーグ1位、
打たれすぎだね。うーん、そうですね打たれすぎだし打ててない。うん、だからまあそれはちょっときついね。そうで、なかなか投打 両投ともにちょっと課題が残る感じですね。まあ、いいところもね、はい、見ていきたい、うん、来年のいいところで言えばもう今年今井がね、はい、まあ、25試合投げて8勝8敗前回のローテーションねほぼ守って 3.30 はね、うん、まあ、来年に向けては面白いかなと、はい、あとね渡辺裕太郎、うん、地元埼玉のね、はい、ドラフト2位で入った、まあ、17試合登板で4勝4敗 3.44 これはねもう来年に向けてもかなり楽しみな存在、はい、で高橋光成が27試合で11勝9敗で 3.78、うん、まあ、やっと2桁できて、あとこの増田がねリリーフの 4.99 防御率でちょっと全体的にうまく回らなかったっていうところと、うん、はい、平の防御率 0.90 62試合登板3勝4敗20セーブがあるのによ、はい、救援防御率が一番悪いのよ、うん、他がどんだけ打たれてんだって話なのよ。だから先発もだからやっぱあの新人の隅田佐藤に、うん、期待しながら、うん、まあ、今井、渡辺、高橋でそして松本、うん、28試合10勝8敗 3.79、はい、ここら辺がねもう一回りも二回りも良くならないと、うん、あとまあ平井がもうリリーフで5、6回だね、もう中継ぎロングだね、森脇も今年あんまり良くなかったんだよね、防御率的には。そういった意味でもちょっと投手陣がね、まあ、力ある選手多いだけにもうちょっと踏ん張れるんちゃうかって思うんですけどね。そうですね、うん、まあでも新人の隅田君とかはあれ佐藤さんが絶賛したピッチャーですからね。そう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 、だからそこがうまく回ればっていうところあるけど、うん、もう今年はねだから DeNA と西武はね投手陣がやばすぎ、はい、でもよ、うん、DeNA は10勝投手1人もいなかった、大貫の6勝が最多だけども、うん、西武は高橋11勝して松本10勝してるから、うん、はい、調子を安定させなきゃいけないね、うん、このいい時はいいけどダメな時ダメみたいなこの差が激しいと思う、全体的にチームとして、うん、だからこの安定的にいける爆発力はあるけども安定的にいけるようにっていうところをあのもっと出していかなきゃいけないかなと、うん、でもここでは外国人選手がね多分あのほぼあの契約解除になったんで、はい、まあ、新しく入ってくるんでそこら辺はうまく回るかな。だから外国人選手で言えば外野1人と DH 職の選手がまあいるっすね、はい、ピッチャーはまあ先発のリリーフ1人ずつぐらいは欲しいかなっていうところはあるっすけどね、はい、俺も今年ね3割と打つのがね、復活しましたしね、うん、戻ってきたし、うん、怪我人で抜けた時のね選手たちも頑張れたんで、うん、まあ、あと袴田さんのね地元の鈴木、はい、がどこまで頑張れるかだね。そうですね、うん、やっぱりこう秋山選手が抜けた後の穴っていうのがカッてハマった人が今のところまだいないので、うん、若林で埋まったと思ったけどね。そうなんですよね、あの怪我は ね、うん、ね、だからちょっと今年は西武はね、うん、怪我に泣かされたね、はい、だからその若林もそうだし殿崎もそうだし山川もそうだし、うん、多かったですね、うん、多かったんで山川も20発打ったけど打率がね2割ちょろちょろっていうところなんでね、はい、そこら辺はやっぱり若干ね、うん、あの寂しいっていうね2割3分2厘ホームラン24本、はい、もう最低でも2割5分ぐらいにね、うん、上げてほしいなっていうところと外崎が2割2分っていうね、まあ、怪我の影響もあるけども、うん、まあ、成績下げた、まあ、源田はね相変わらずいい成績残してるけども、はい、あとやっぱ渡辺がね、うん、2軍でタイトル取ってるんで、うん、まあ、来季に向けてどういう風にチームにね、うん、関わってくるかっていうところは非常に楽しみだけども今年はねちょっと不運なマイナス面が多かったね、はい、まあ、その中でも若手の成長があるんで、うん、だから DeNA もあの怪我人から復帰してきた投手、うん、今永とか東とか上茶谷とか、はい、そういった力ある選手も多いからちょっとだから DeNA と西武はちょっと全体的に怪我人が影響したなっていうところがあるんで、うん、来季に向けて両チームはね非常にここら辺が万全に保てて、うん、うまくこのオフ調整できれば楽しくなチームになるんじゃないのかなと。そうですね、はい、まあ、うん、最後ね締めの一言言うとすれば、はい、ピッチャーが全然ダメ、うん、